メキシコ音楽映像事業者協会は、メキシコの国内外のレコード会社で構成される、非営利団体。1963年4月3日に結成され、メキシコの音楽市場の70%を超える音楽事業者が参加する業界団体となっている、i イフッピーの三角団体でもある。1963年4月3日の結成時には、音楽ディスク事業者団体という名称だった。 その目的は音楽録音事業者の権利取引利に関する代表団体を作ることだった。その参加者は次の通りだった。1971年7月26日に名称がメキシコ音楽事業者協会となり、さらに音楽ビデオという新しいメディアの登場によって、1990年5月3日に現在の名称へと変更された。 メキシコ音楽映像事業者協会はメキシコでリリースされた楽曲のゴールドディスク認定を行っている。その認定枚数はリリース形式と出荷数によって以下のように違ってくる。認定は通常販売数でなく出荷数に基づいて行われる。メキシコの売上認定の方法は他の国々とは違ったところがある。多くの国々はゴールドの次はプラチナ。 その次は、プラチナの倍数となる。しかし、メキシコの場合、プラチナとゴールドの組み合わせで認定レベルを上げていく。例えばゴールド、プラチナ、プラチナゴールド、にプラチナ、にプラチナゴールド、という具合である。以下のチャートは毎週水曜日の晩に更新され、全国のセールスをもとに4つの異なったチャートが発表される。メキシコ音楽映像事業者協会は、 シングルのリリースに関するチャートは運営していないが、2009年6月30日までは、その出荷枚数に応じたゴールドディスク認定をしていた。ありがとうございます。